3000ザップの動き教えます。はいどうもこんにちは、リオラです。今回は久しぶりに上位勢視点解説やっていこうと思います。今回は初の2回目出演のルスさん見ていこうと思います。前回はジェットスイーパーカスタムを見ていったんですけど、今回は皆さんお待ちかね XP3000 のクローズアップ徹底的に解説していこうと思います。上手い人の視点は見てても上手すぎて何が上手いのかわからんみたいな現象がよくあると思うんですけど、この動画ではなぜその行動を取ったのかをわかりやすく話していくので、ぜひ最後まで見ていってください。いつも通り映像流して気になるところで止めていきます。ステージはタチオパーキングで、ヘアパワーが2610。諸事情でちょっと画質悪いんですけど、とかちょっと許してください。編成はこんな感じですね。各自確認してみてください。タチオは結構立体的なステージなんで、まあ、ザップちょっと扱いづらさはあると思うんですけど、まあ、そういうところにも注目して見てみてください。初動は左からサイド展開していきますね。サイド展開についてはこちらの動画見てみてください。はい、左から入って正面の味方と挟む形を作れてます。さあしっかりレールを取って、レールから若葉の上から狙っていきますね。対面するんじゃなくて一方的にキルを押し付けていきます。はい、ここも安定したエイム力でしっかりと倒していきます。これに関しては完全に立ち回りとかではなく、今の2キルに関しては技術かなと思います。1キル目の若葉シューターに関しては一方的なキルを押し付けられてるのがすごい良かったですね。さあ、ここから抑えなので、追加のキルを狙ってカウントを進めようとしてますね。アーマー溜まったので、アーマーつけて、味方と前に出ていきます。で、これ追加のキルですね。これでカウントががっつり進みます。この1キル、エリアを取ってからのこの1キルを狙えるか狙えないかかなり大きな差になってきますね。ザップ使いの人は結構塗りがちなんですけど、やり方は何でもいいので、抑えでこのキルを取るってことを意識してみてください。おすすめは潜伏です。ここも注目です。壁を伝ってキルのチャンスを狙ってるんですけど、敵の H3 リールガンが味方のことを狙ってるので、しっかりと横からカバーしていきます。これをすることによってキルも入るし、味方の生存率も上がるというわけですね。で、今人数有利で中央が大丈夫そうなので、しっかりと前に出ていきます。上手い人は前に出る判断がすごく早いです。で、前に出ると死んじゃうんだけどっていう意見があると思うんですけど、このシーンは人数有利状況なので、前に出ても死にづらいです。前に出てしっかりと残ったローラーも倒していきます。ここ注目してください。敵が下に降りたから、降りるじゃなくて、下から撃ってくれてる味方と、上の有利ポジションを使って挟み撃ちにしていきます。スプラトゥーンこういう細かい判断めちゃくちゃ大事なんで、参考にしてください。はい、でここですね、キルを取ったからといって後ろに下がるんじゃなくて、またすぐ前に出ていきます。なぜか簡単ですね。キル取れば敵はエリアに触れないからです。抜群のキャラコンと安定したエイム力で、どんどん敵を倒すことによって、勝率が安定しているということですね。さあ、ここで相打ちで初めてのデスですね。まあ、ルツとしてはここまでめちゃくちゃ頑張ったんだから、残り味方に踏ん張ってほしいはずなんですけど、ガチマッチそううまくはいかないんですよね。自分が死んじゃうとその瞬間、敵対味方どっちが強いのかの運ゲーが始まるんで、ここおそらくなんですけど、このリールガンに勝つことができればノックアウトだったんじゃないかなと思います。ここから打開ですね。落ち着いてスペシャルを貯めてます。スペシャルで打開の安定感を増すためですね。さあ、ここ注目ですね。打開時何をしてるか。そうです。これサイド展開ですね。中央から行ってしまうと左右から撃たれちゃうので、端っこから攻めることによって確実にキルを取っていきます。敵が3落ちしたので残った若葉シューターを探してますね、これは。敵がオールダウンしてレールで様子見してるんですけど、ここに関しては潜伏でキルを狙ってもよかったのかなと思います。お前よりルスの方がパワー高いながら口出しすんなと思うかもしれないんですけど、まあこれはルス自身が自分のプレイの悪いところを探してほしいとのことだったので指摘させていただきました。まあただこの後しっかり潜伏でキルを狙えてるので、結果的には OK ですね。ここも注目ですね。左に集まってる敵が味方を狙ってるので、そこに対してサイド展開していってます。正面にね、敵いるんですけど、距離が離れてるので、その間に入って、サイド展開、プチサイド展開をしてますね、これは。ただここね、相手も上手くてやられちゃうんですけど、行動自体は悪くなかったかなと思います。若干キルに時間かかってやられちゃったんですけど、まあどんなに上手い人でもこういうボンミスはあるってことです。疲れてないですか？大丈夫ですか？ここから大事なんでしっかり見てくださいね。
さあ、ここ打開なんですけど、なんとスペシャル貯めてません。打開時ってスペシャル貯めるのが当たり前なんじゃないのって思った方もいると思うんですけど、もちろんそうなんですけど、スペシャルは何のために貯めるかっていうと、キルを取るためなんですよ。ただこのシーンっていうのは、スペシャルを貯めなくてもキルが狙えるシーンだったので、スペシャルを貯めずにキルを狙ってるという感じですね。たまにね、スペシャルを貯めることが目的になってる人がいるんですけど、それは間違えてます。最終的な目的はキルを取ることもしくはエリアを塗ることです。ここは味方揃って人数有利なので、エリアを塗っていきますね。中央が取れたので、いつも通り前に行くんですけど、これは相手が上手くてやられちゃいます。若干エイムミスっちゃいましたね、これは。ここから打開ですね、見ていきましょう。味方が死んじゃってて、この状況での打開は無理なので、落ち着いてスペシャルを貯めていきます。まあ言わなくてもわかると思うんですけど、こんな不利状況で突っ込んだら囲まれて殺されるだけです。さあ、ここはアーマーがついていて、なおかつ敵の位置も大体上から把握できたので、右に降りていきます。これはまたサイド展開してます。さあ、しっかりサイド展開で1対1を落としていきます。さあ、ここ一旦様子見で潜伏したんですけど、上から降ってくるローラーに見られてましたね、これは。復帰をもうちょっと警戒できればよかったかなっていう感じですね。まあ多分これもおそらくボンミスなので、本人もわかってるんじゃないかなと思います。さあ、これも打開ですね。味方が前で戦ってるので急いで降りていきます。で、これ敵の一番外側を取れそうなので、サイド展開して H3 を落とそうとするんですけど、ワントライして失敗したのですぐ戻るんですけど、これ相手のローラー上手かったですね。まあ今みたいな状況って、味方死んじゃってるし、どうやって反省すればいいねんっていう声も多いと思うんですけど、こういうどうしようもないシーンの反省っていうのは、そもそもこの状況にしちゃったってことを反省してください。なのでここでの反省点は、この状況を作っちゃったです。この一個前にバリアブルローラーに上から降ってきてやられちゃったあそこが反省点になってます。さあ、ラストラカイですね。ここ焦っちゃうと負けます。敵の位置が分かってないので、上から9番ボムを投げて味方のミサイルを待ってるんですけど、死なずにちゃんと敵を探してる間に、ここでたまたま運よく味方がキルを取ってくれて、打開がスムーズに始まります。で、こんな感じに打開完了して、留守チームの勝利となってますね。まあラストのシーンに関しては、もしかしたら中には味方もいいやんけって思う人もいるかもしれないんですけど、まあそもそも上のイカのマーク見てもらえると分かるんですけど、味方のスペシャル溜まってるの分かってたんで、まあちょっと待てば打開できるし、この17カウントまで進めれたのはほぼ留守のおかげと言っても過言ではないぐらい留守キル取ってたんで、ラストカウントがあとちょっととかやったら味方も焦って死んじゃったかもしれないんですけど、まあ圧倒的なカウントの差をつけれていたので落ち着いて打開できたのかなと思います。やっぱり上手いザップの人は塗るんじゃなくてたくさんキル取ってましたよね。潜伏だったりとか味方のカバーで、あんまり対面してキルを取るってことはなかったんじゃないかなと思います。対面はやっぱ安定性がないので、気になる方はね見返してみてください。打ち合ってキルするよりもこっちが一方的に当てて倒してるっていうのが多かったと思います。というわけで今回の動画いかがだったでしょうか。少しでもいいなと思ったら高評価とコメントの感想を書いてくれると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。さらば。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さらば。